上高地線は長野県松本市の松本駅から同市の新島駅までを結ぶアルピコ交通の鉄道路線である。松本市西部地域を東西東方に横断する路線で沿線の通勤、通学をはじめとした生活路線として利用されている。また、終点の新島駅にはバスターミナルが設けられ、北アルプス南部の上高地、乗倉方面への観光や、 登山のアクセス手段としても利用されている。1921年10月2日、千曲鉄道により島島線として、松本駅新村駅間 6.2km が開業。翌1922年9月26日には、島島駅までの 15.7km が全線、開通した。現在の路線名である、上高地線は1955年に解消されたものである。 1966年にはそれまで島島駅にあったバスターミナルを赤松駅へ移転。翌1967年からは国鉄からの直通列車も運行され前後の登山ブームを支えた。1983年の台風1号による土砂災害で新島駅島島駅間 1.3km が普通となる。同区間は利用者が減少しており、復旧費用も 多額となることから1985年1月1日をもって正式に廃止された。2007年12月、松本電気鉄道を中核とするアルピコグループが債務超過に陥り経営破綻。上高知線についても鉄道施設の更新に多額の費用が必要であり、単独での継続は困難との見方が示された。これを受け、 2010年に沿線自治体の松本氏が支援を表明し、翌年より老朽化した鉄道施設の更新を進めている。2011年には、アルピコグループの経営再建の一環として、松本電気鉄道がグループ内の川中島バス、諏訪バスの2社を九州合併し、鉄道、路線バス事業を統合し、4月1日にアルピコ交通株式会社が発足した。 これに伴い、鉄道事業についても正式名称は、アルピコ交通上高知線となったが、利用者に向けた案内では、従来の松本電鉄上高知線を使用している。おおむね30から40分間隔で運転されている。定期列車は全列車が松本から新島島間の運転で、区間運転列車の設定はない。ただし、松本大学で、 大学入試センター試験が実施される日に試験、終了後に合わせて、臨時列車として2013年に、新村松本間、2015年に、北新、松本大学前から、松本間の区間列車が運行されたことがある。下記には早朝松本駅に到着する JR の、ムーンライト、新州などの夜行列車に接続する、臨時列車が運行されていた。ワンマン運転を実施しており、 駅員のいない駅で乗降する場合は、列車内で整理券を取り、運賃箱に運賃を投入する。乗車方法が JR 等のワンマン列車と異なり、1、2両目の中央ドアからの乗車となっている。そのため、無人駅での2両目のドアカットは行われない。制限速度は、松本な間ではカーブが多く駅間隔が短い、ため時速40キロメートルで、から、 新島島間ではカーブが少なく駅間隔が長いため、時速 50km で走行している。上高地線の輸送実績を過表に記す。輸送量は1991年以降長期的に減少を続けていたが、2005年より上昇に転じている。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。管内鉄機動事業者輸送実績と鉄道統計年報よりは水上高値線の営業成績を下表に記す。旅客運賃収入は1992年以降減少している。運輸増収については年度による変動が大きい。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、抜粋河川はシンプルカーテナリー方式を用いている。河川柱はコンクリート柱加工時が進行中だが一部に木柱が残る。一部には河川支持具として JR 等にあるような可動ブラケットが採用されている。 自動列車停止装置、列車集中制御装置が導入されている。交換駅等には連動装置が設置されている。閉塞信号機には認識が採用されている。駅構内踏切を含め、54カ所の踏切がある。品野荒井駅、新村駅の構内踏切には、警報機があるが、遮断管はない。上高地線の踏切警報機には2016年まで、 機械的に音を発生させる伝承式のものが存在したが、同年11月、唯一残っていた北新、松本大学前駅付近の伝承踏切が電子音式に更新され、上高地線の伝承踏切は姿を消した。なお、警報音は JR にあるような電子音と同じである。上高地線の歴史は、1920年に設立された千曲鉄道に始まる。同社は、 火星地区の輸送の近代化と日本アルプス、上高地の観光開発を目的に設立された。なお、発起人であり、初代社長を務めた上条信は、筑馬鉄道以前にも松本から安住へ至る鉄道敷設を出願していたが、いずれも却下されている。全駅長野県松本市に所在。この区間は、全駅とも廃止当時長野県東筑馬郡畑町に所在。 営業キロは松本駅からのもの。大人普通旅客運賃2019年10月1日改定。ありがとうございます。